130万円の壁について意識せずに働くことが可能になるようどういう対応が可能なのか、さらに議論を深めたいというふうに思っています。加藤大臣は年収130万円の壁により就労を抑制するケースが出ていることに対し、短時間労働者の方への被用者保険の適用拡大や最低賃金の引き上げに取り組んできたと述べました。その上で単身で働いている方とのバランスをどうするのか、公平性は非常に大事と指摘するとともに、どういう対応が可能なのか、さらに議論を深めていきたいと強調しました。